おい、急げよ。花嫁待ってるぞ。10年前、あの頃俺は高校生だった。うちの母親が遅ればせながら韓流ブームに熱を上げる前、北京オリンピックで北島康介が何も言えねえと叫んだ少し後のことだ。確か東京でスカイツリーの工事が始まったのもその年の春だった。いいっすか。こいつは秋山ジュノン。親が憧れのジュノンボーイを期待し、そんな名を付けられてしまった宿命を背負って日々生きているが、温泉旅館の次男坊で小遣いには恵まれている。これは杉村和樹、呼び名は一輝、常に愛想よく社交の達人。ただごく稀に嘘を言うとき鼻血を垂らす。ということは心が綺麗なのかもしれない。ピアノ教師のお母さんと二人暮らし。俺たちの高校は校則が厳しいことで地元では知られ、教育には軍隊と同じ規律が必要だと考えている旗迷惑な教師が多かった。天然パーマ証明書を全国に先駆けて発明したのもうちの学校だ。よし、はい、ストップ。この前証明書出すように言ったわよね。そこ水島、そのバカを反省しなさい。今日一日安倍向き。小松原歌子は幼稚園から一緒、同い年の弟くらいに思っていたら、小学5年の時他の女子より先におっぱいがツンと育って足もすらりと伸び、ありゃ妹だったのかと戸惑った。小さい頃から異常な猫好きで絵もうまい。あんたはどうしていつもそうなの。そんな手でごまかせると思ったら大間違いだからね。ほらちゃんと明るいよ。おかしな真似やってんじゃないわよ。ジュノンの敏感すぎるあそこの反応はいつものこと。さすがにそれを禁止する校則はなかった。ということは三平方の定理で三辺を。泣いてくれるなおっかさん。泣くわな、そのざま見たら。どの先生に言われたか知らないけど普通に座れ、こっちがやりにくい。ありがとうございます。あ、そうだ、ここと変われ。早瀬、こいつの勉強の面倒も見てやれ。もうわかるね、直角三角形が2つ。早瀬真奈、有名な町医者の娘で学校一の優等生。周囲1メートルを見えない壁で囲っているようなのに、気がつくとみんなマナを見ている。けど俺は苦手だ。今日ヘイアンド寄って帰ろうよ。あの結界誌の新刊出たし。俺お前んちのでかいスピーカーでこれ聞きたいんだけど。え、古すぎでしょお前。どこの遺跡からこんなの発掘したんだよ。うちの真っ先を鳴らすならもっと最先端にしてくれ。人はね、過去を見ながら後ずさりして未来に入るって言うじゃない。言うじゃない。食べたインチキ競争みたいなこと言いやがって。課長まジュノンは普通人が表に表さないものも出しちゃうんだよね。正直だから。そう、下半身も正直。うるせえ、やめろよ。幼稚。女子は分かりにくくていいよな。見せてあげられないのが残念。うっ。コスケ。え、あ、これ私も聞きたい。お、じゃあ今日一緒に行かない。ジュノンち冷蔵庫みたいにでかいスピーカーあるし。いいよ。あ、マナは。私はその人興味ないからいい。
林さんは誰が好きなの？ベートーベン。ベートーベン。ポップスとかいろんな音楽も勉強したいんだけど。勉強。じゃあさ、今度うち来ない？母もベートーベン好きだからたくさん CD やるよ。ベートーベンは一人で聞きたい。ごめんなさい。ごめんなさい。どうもどうも。じゃあ俺は弁当弁でも食おうかな。何それ？弁当だよ。歌子は男子に甘いね。マナが甘かったら大変だよ。男子が騒いで。何それ？ねえ、私って硬いのかな？そこが可愛いんじゃない？照れた顔がまたたまらん。わし脳の半分男子だからね。え？やばいよ。何が？やばいよ。何が？やばい。何が？ねえ、あらへんね。50番やってくか？おのと。やった。途中まで女子たちの後を走ってこうや。なんだよ。おう。おう。オッケー。あ、このまで乗っちゃダメなんだよ。ねえ、怒られるよ。サドルが羨ましい。将来サドルになる。なる。いたぞ。おんだだ。目標発見。地球上どこにでもある青春の一コマだ。青春の成分は野心、不安、妄想、性欲、後悔、生き始め、そして初恋。パパ。はい。肉まんね、2つ。俺も。はいよ、毎度。ママ、シューマイ4つ。はい、ちょっと待っててね。はい、ワイマイハラ。佐藤さんとこだからネギ抜いたね。はいや、牛加藤ま。加藤じゃなく佐藤。たしめゆじゃだが。砂糖じゃなくてネギ。ああ、シュネギシじゃよ。もういい、私やるから。これ、傭兵。パーパーは台湾の人。奥さんは日本人なので、傭兵は母親の名、王のを名乗っている。桁違いに成績が良く、いつも俺たちとは距離を置きたいと態度に出ている。あの、ん？ CD 聞くんだろ？ああ。俺も行こうかな。ほら、今日は素直だね。もちろんオッケー。後で音楽聴きに行ってくる。それはいい。勉強ばかりしてるから心配してましたよ。パパ日本語上手くなってる。確かに、うん、勉強したの？勉強した。勉強した。あ、今朝高木神社の前で子猫見たよ。生まれてからそんなに経ってないみたいだった。本当に？あ、今から行く。ジュノン君家行かないの？まずは子猫。神社の前ならコウスケんとこ行ってくか。ねえ、水島コウスケくんってどうなの？幼馴染だよね。うん、幼稚園の頃からテンパ。大人になればまっすぐになるってずっと信じてた。あいつね、中になんて言うんだろう、芸術家と犯罪者がいて自分でも困ってるんだと思う。だからわざわざ変なことばっかりする。犯罪者。うーん、多分ね。犬か猫かで言えば猫だと思う。何それ。じゃあ行くね。うん、また明日ね。また明日。
か歌子。ごめん、今日ジュノン君家行くのやめた。この子元気ないからもうしばらく様子見る。猫の方が友達よりも大事なのね。もちろん、言うまでもない。どうでもいいけどスカート短くしてねえか。学校出たら自由だからね。パンツ見えるぞ。見る？今日はスパイダーマンだよ。いらん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 。じゃあな、俺ら CD 聴きに行ってくるわ。 Every time We say goodbye I die a little。 またか。あなたにさよならを言うたびに私は少しだけ死ぬ。お前3歳の頃から1000回は言ってるけど少しも死なないで育つ一方じゃないかよ。じゃあまた明日な。うん。ここがうち、ひいじいちゃんの代からの由緒あるがつつましやかな豆腐屋。いろいろ冷凍してあるから明後日食べといてね。あ、50番で食べてきたし後で出かけるから。後でって、あんたもう9月よ。受験どうすんのよ。彼女でもできたんじゃないでしょうね。女には興味ない。ビール、じゃあ行ってきます。ああ、お前がしっかり勉強してくれないと母さんのパートも報われないぞ。じゃ俺のためなの。エステツアーのためよ。え、はあ、あ、そうだ、担任から連絡来たぞ。天然パーマ照明とやらがいるなら父さん一緒に行ってやるよ。父さん、え、大丈夫だから。そうか。うん。ああ、涼しい。ああ、あっち。うん。老師、ただいま戻りました。天心安城連邦。入ればいいじゃん。いや、あの、あ、女の子たちが。あ、歌子来ないって。いや、違くて、早瀬さん。それが目当てだったか。ああ、はい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 、行くぞ行くぞ。Everybody was kung fu fighting. Ha! Ooh, ha! Those kids were fast as lightning. この4人とマナに歌子、後から紹介するもう1人、その7人の中でやがていくつも片思いのベクトルが飛び交うことになる。青春としか言いようがない。男の世界もいいもんだろ。バカ。まあ、風呂が広いのはいい。傭兵早瀬が好きなんだって。おい。まあ、俺はどっちかというと歌子派かな。本当か。もう、あ、でも早瀬って2年の時昭和の道徳って呼ばれてたらしいよ。なんで。言うことがいちいち古風だから。昭和の道徳って、そりゃ俺らが幼稚に見えるはずだわな。
ジュノン、お前ここ男湯だぞ。いやー、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。と記号には1ミクロンの興味も持てない。老師、私は今日は考えるのをやめて眠りにつきたいと思います。チンジャオロースホイコーロー。はい。まさか教科書忘れた者はいないでしょうね。またお前か。届けは出さない、教科書は忘れる。何のために学校に来てる？弁当食べるためか？弁当は大事です。だったら授業に参加する意味ない。壁向いてなさい。It's one of Shakespeare's most popular works for the stage and is widely performed across the world. Let's read aloud. この英文っていうのは日本語で言うところの古文になっているので、じゃあその古文ではどういうふうに読むかを今から読んでみよう。 Flower of this purple dye, he with Cupid's archery.Thinking apple of his eye. When his love he does espy, let her shine as gloriously as the Venus of the sky. When thou wakest, if she be by, beg of her for remedy. Captain of our fairy band, Helena is here at hand. The apple of somebody's eye, a person or thing.Than any other. 他の何よりも好きな人。あれ？なんか買うの？ん？うん。
なんだよ。どうもありがとう。別に俺の方が慣れてるし。ねえ、教えてくれる？何よ。受験科目なのにどうして数学の勉強しないの？積分や対数って一体何の役に立つ？何の役に立つかわからないから意味があるんだと思う。話すのとは違う純粋な言葉で問題の答えを探すことが大事なんだと思う。俺な、数学の教科書開くとその瞬間自分が自分でなくなって生真面目な町医者令嬢にでもなった気がしてくる。これが町田健人。タイヤ工場に勤める父を持ち、タイヤをエクスパンダーに子供の頃から筋力を鍛え、タイヤに空気を吹き込んで肺活力を高めた。あらゆるスポーツで県大会上位に入る運動の天才。おい！来いよ。テコンドーを始めたんだよ。ああ、一昨日。はあ、嫌になるわ。俺中国武術1年もやってんのになぜ負ける？まあ授かり物だからね、才能は。励まされないね。ケント、お前バスケに絞ったんじゃないのかよ。ああ、その一環で東洋武術を取り入れることにした。体を大きくしようと頑張らずに一郎先生を仰ぎ見て大成する。へえ。康介にもなんか才能あるといいのにね。お、早瀬真奈。背中、湯気出てそう。朝練やったから早いな。朝兄たちがうるさいから学校で勉強することにしたの。あ、歌子に聞いたけど兄さん双子でお医者なんだよね。そう。二人で聴診器ルンバとか内視鏡サンバとかしたり。何それ。朝は勉強するより運動した方が脳の回転数が上がる。朝は炭水化物はやめてタンパク質にした方が脳が働く。うちは地頭のいい家系なんだから、その遺伝的な脳を活用する科学的方法を使え。時々ハモりながらね。うるさいの。今度見物に行っていいかな？え？
そうだ、これ見て、ターコ作、そっくり。お前も将来は医者か？どうかな、向いてないかも。え、なんで？幼稚園の時ね、庭の窓から病室を覗いたことがあるの。カーテンが風にひらひらしていて、そしたら、そしたら、まだ若い女の人がありえないほどに痩せて、小石みたいな膝小僧を重ねて横たわってた。その周りをハエが2匹飛んでてね、そのうちの1匹が私の方に飛んできておでこに当たったの。私それで気を失ったんだって。今日はよく喋るね。授業中の死後が嫌いなだけ。お前ら距離が近すぎるぞ。なんだよこれ、この動き脳の活性化に効くんだよ。アメリカで科学的に証明されてんの。どこから私たちの話聞いてたの？聞いてない。ハエが2匹なんて聞いてない。兄たちみたい。話してみるとマナは意外と可愛い。ケントもまあ可愛い。1956年、日ソ共同宣言。日ソ共同宣言を結んだ。でもまあソ連と条約を結んだらアメリカがいい顔しないわな。なんでソ連とっていうことになる。こういうね、冷戦構造の中で日本はどう立ち回っていくか、難しい選択だった。なんだよ、まあ、寝てたでしょ。いいんだよ、俺は日本史選択だから。受験科目かどうかじゃなくて学生としての本分を言ってるの。教えてくれてる先生に対する姿勢の問題でしょ。昭和の戦後史をきっちり昭和の道徳、敗北を抱きしめというものがあります。綾瀬、聞いてるか。はい。いいか、受験には関係なくとも将来役に立つことが世界史にはいっぱいある。例えば日本が戦争で負けた時のイギリスの首相は、愉快なことを理解できない人間に世の中の深刻な事柄が分かるはずがないと言った。綾瀬聞いたか。もう綾瀬、この手の世界的な人物の名言を何か披露してくれるか。怒ることはたやすい。しかし適切な相手に適切な度合いで適切な怒り方をすることはたやすくない。実践してくれよ。適切な怒り方ね、それは日常社会でも役に立つな。誰の言葉？アリストテレスです。おお、知り合い？こんな人？違うよ、服も着てるよ。じゃあ小松原。はい。君の名言は？うん、しないではいられないことを続けなさい。怠け者になりなさい。目に見えない世界を信じなさい。え？誰の言葉？水木しげる先生。ゲゲゲゲゲ、今のは刺さった。ねえ、わざわざそれでつつかなくてもいいじゃないかよ。数学のテスト作ったから明日までにやってきて。なんでそんなに俺に構うなよ。で、本当に数学じゃん。
もう何ですか？これ私には一番良かった参考書。マーカーのところを3回やれば次はきっと50点取れるから。ここを通過しないと結局遠回りになるから。遠回り？寄り道は歓迎だよ。私は敵を倒した者より自分に勝った者を勇者と見る。は？アリストテレスさん、先人の言うことを聞きなさい。なんでそう親切な命令をするわけ？軽蔑したくないから。数学の点数で軽蔑されるのか？私が軽蔑するのは努力しないのに人の努力を軽んじる人。そんな人イルストテレス幼稚。なんだよ。テスト。ひどすぎる。参考書読んでないでしょ。この問題は参考書に答えが載ってる。こっちはこんな公式を当てはめてもダメ。10分で直して。自分の勉強の時間取られるだろう。いいの。目の前に歯がゆい人がいると気が散って、その方がよっぽど時間を取られて人生の無駄だから。そこまで言われるかね。はい、次これも。中庭でこそこそ参考書読んでたよ。そう。まだいるかな。意識するからほっといてあげよう。尽くすね。それ恋？それとも母性？シンパシーってやつかな。シンパシー。へえ。なかなか上等な感情だね。私の猫に対するようなものかな。また変なこと言ってる。社長上等じゃないわ。人生の中でいつ使うんだよこれ。徹夜して朝練来たって言ってたからな。覚醒したのかな。覚醒して爆睡か。慣れないこともするもんじゃないな。夜中に何してんだこいつ。早瀬さんに借りた小難しい数学の参考書にたらしい。え、早瀬？うん、分かんないところを早瀬さんに聞けないからって僕に聞いてきた。傭兵に聞けばいいのにね。プライドは高く学力は低い。え、誰だ。チャーハン食ったの。あ、一気か。あはん。何あはんってやらしい声出して。失礼な。
AHA だよ。分かった。なるほど、脳の喜びのおたけびのこと。うんうん、あんたさ最近脳の話好きだよね。いいから邪魔すんな。うん、そろそろ焦ってきたか。あんたさ私の子供なんだからもともと頭はいいのよ。ただ父さんの子でもあるからね。そこだな問題は。まあ、とにかく頑張んなさい。うんうん、いただきます。大野洋平89点。大野にしてはもう一頑張りだな。はい。菊池香織、はい、60点。もうちょっと頑張れ。はい、頑張ります。水島康介76点。マジかよ裏切り者。やればできる天才だから。速さの前に座らせたのが良かったかな。褒美に前後逆にしていいですか。教育的意味ないから却下。はい。速瀬真奈89点。大野と同点の1位。陣野雄太、はい、53点。佐藤恵美、はい、57点。じゃあこれからはもう少し難しい応用問題出していくから。広瀬幸太郎、はい、こんな勉強何の役に立つんだよ。羽鳥貴信、はい、見返りを求めない努力が人生には必要なんだ。山本葵、はい、57点。また道徳の時間が始まったよ。65点。幼稚なことばっかり言って何か人生の役に立つの。小谷萌え、はい、58点。レッド、はい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 。すごいね、ケント本当に万能だね。そっち見てたのか。普通こっちだ。一輝って誰か好きなやついるの？いや、特には。あっ、嘘言うと鼻血出すって本当にいいやつだね。よしよしよし。え、まさかケント。あ、いや大丈夫大丈夫大丈夫、秘密にするよ。ありがとう。でもあいつ脳も神経も筋肉だからな。あ、どうした？パンツなんか履いて。そっちこそ。飲むにはちょっと早いんじゃない？なんかあった？なんか特別にあったわけじゃない。積み重なったものがこう重く重くな。なあ、コスケ。水島豆腐店はもう閉めるしかなさそうだわ。え、そうなんだ。うん。俺もバイトした方がいいね。受験終わってからにしろや。それまでは踏ん張るから。冷凍おからが半年分あるからそれで営業して回る。おからはお体にいいもんね。うん、いいからパンツ脱げよ。家族に隠し事はいらん。うちはオープンだよ。母さんも脱いじゃえばいいのにな。確かに。バカ言ってんじゃないわよ。パパ、肉まんもいける。はいよ、二つね。あ、今日から1個でいい。どうしたの？ダイエットか。うん、一生恥しようぜ。そんなの今は普通よ。出ないとあんたみたいになっちゃうでしょ。確かに。エニジェも行く。ご不配そう。毎度。なあ、コスケ、最近林さんと仲いいの？なあ、傭兵、今は妄想してる時期じゃないだろう。まずは勉強だろ。どの口が言ってる。ああ、おいしい。
抱きしめていてはダメだ。あ、ねえ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 、中国からエクステ用の人毛を何トンも積んでた船が日本海で転覆した話知ってる？ネットで見た。そろそろ流れ着いてくるか、うん、いや日本海からここまでどうやって流れ着くんだよ。赤倉ダム見に行ってみようか。ダムに来るかな。あ、ダムは冗談。ああ怖い話ならこの学校にもあるよ。あそこの壁の前に座ってたら壁の中からね昔の先輩の声が聞こえてくるんだよ。嘘。本当。こっから。本当に？本当。コウスケ、マナは純粋なんだからからかわないの。え、私からかわれてたの？いやまさか、可愛がられてたんだよ。ひどい。こんな話信じると思わなかった。信じるよ。死んだ人は私たちの脳の中に居続けるんだから。ノール。夜まで付き合わせんだよな。この話で怖くなったんだろ。気が散るから前に来てよ。うるさいな。それも落ち着かない。ここ。こんなにガラガラなのにそこか？うん。これデザート。これ丸ごと食べるの？は？どこのお姫様ですか？帰って食べるね。ありがとう。綺麗。あ、勉強しに来てるんだった。ほら、君も数学76点ぐらいでいい気にならないでよね。俺はやればできる。次は抜かすよ。それは無理。だって私が教えてるんだもん。ああ、勝負するか。強気だね。負けた方が勝った方に言われた通りの髪型にすること。君の坊主頭が見られるわけだ。俺が勝ったら一月ポニーテールだ。いいよ、ポニーでもピックテールでも負けないから。ジャンヌ・ダルク、清少納言、土井孝子。女は負けず嫌いに限る。勉強します。Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought the expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew that.
私は勝ち続けることで成長したのではなく、負けて強くなった。負け惜しみだね、吉田沙保里の発言。また次も勝負しよう。意外に賭け事好きなんだな。かな。悔しいけど、こういう天然なマナには燃える。どうでもいいけど、ご飯粒つけるなよ。おにぎりになっちゃうだろ。うん、どこで切ったのこれ。あの学校からさ、ことぶき団地の方に行ってコンビニあるだろ。その50メートルくらい先のはずなんだけど、今朝その前通ったら何もないんだよね。そこに妖怪みたいなおばばが美容師だったしな。あれは異界への入り口だったのかな。あ、ほか床屋のパラレルワールドかい。謎だよな。しょぼいな。本当に髪切られたのかな。いや、切られてんじゃん。まあ、そうだけど。Thank you.
に知ってんだろう。参ったな。気持ちを切り替えようとしてる矢先に。どうして髪を結んだのか、その訳は知らない。でも嫌が上にも励まされた。本校の警備を担当しております南アルプス警備保障の藤平と申します。本日経理室において盗難が発生しました。学費その他積立金を一時保管している簡易金庫が破られ、推定87万円が持ち去られたとの報告を受けております。犯行が行われたと推定される6時59分、不自然な施錠損壊が我が社に自動通報され、駆けつけた私どもがことを確認したのが7時14分です。そのぐらい。すいません。それが何かこのクラスと関係あるんですか？いや、疑うならまず外部でしょう。いいですか？今朝7時を挟む30分間、校内に外部から入ったものはゼロ。その時間、同校にいたのは物理の徳岡先生と本校生徒3名。いずれもこのクラスです。俺いました。俺もいた。康介と。私も。わかりました。3人に話を聞きたいので、一緒に来てください。俺たちを疑ってるわけですか？決めつけてるみたいだな。そうじゃなくて、本校のものが関係していないことを確認するためにまず話を聞くということです。嘘つけ。わざわざ警備会社の人まで連れてきて、生徒たちを全く信じてないってことでしょう。この学校は俺たちのことを犯罪者だと思ってるんですか？つまらないこと言わないで。先生は間違ってると思います。はあ？取り調べを受けろというなら、なんちゃら警備でなく警察に突き出してくれよ。証拠品を預け。ほら、調べてみろよ。なんで生徒ばっか疑うんだよ。福岡先生はいいのかよ。やめなさい。全員停学になるわよ。間違ってる。そうだよ。早瀬さん、誰も見てないんだから真面目にやんなくても大丈夫だよ。はい、これ一気のティッシュだけど使って。見ないでよ、恥ずかしい。恥ずかしくなんかない。初めてお前のこと偉いと思ったよ。泣き顔もイケてる。いいから見ないで。数学なら難問にも正解がある。しかし人生には誰にも解けない謎もある。結局犯人は分からなかった。コースケ、マーナ。俺の髪が元に戻った頃、3年前の入学式、ここに立っていた私たちは、卒業式で総代を務めたのはマナだった。未来への思いは無限でも何も見えてはいませんでした。しかし先生方のご指導のもと、私たちは友情を育み成長することができました。この学校は私たちの青春の思い出がいっぱいに詰まったリュックです。私たちは今それを背負い、それぞれの夢へと羽を広げ飛び立ちます。
その未来が素晴らしいものでありますように。決めたの？何のこと？これから付き合う相手。私にも内緒？もしね、うん、分かってる。分かってるよ。タコはマナ。ずるい。本当だよ。卒業しても付き合おうね。もちろん学校が離れてもね。うん。そして俺たちは皆それぞれの受験に臨んだ。なあ、俺たちどんな大人になるんだろうな。一輝は理系だけど何志望？うん、僕ね、携帯のゲームとか作りたいんだよね。なんか遊びいっぱいの。いいね。私はね、美大でデザインちゃんと勉強して猫のおもちゃの開発がしたい。猫に囲まれて仕事したい。うん、俺はね、大学はどうでもいいんだ。世界中のいろんなところのホテルで何年間か修行して、うちを継いでもっとこうでっかくしたい。ここだろ。俺はまず東大受かってからだけど、館長入ってアメリカの名門大学に公費留学して MBA 取るかな。うん、俺は M でなく N、 NBA、 いつかアメリカでプレーする。3人とも海外か。早瀬は？私はずっと解剖が怖くてお医者になるの無理だと思ってたんだけど、この半年どんどん精神学を勉強したくなってきたの。そっか、やっぱり医者か。俺 NBA で故障者リスト入りしたら見てもらいに行くから。人の話を聞け、精神科医って言ってんだろ。俺も世界中のどのホテルにいても内視鏡してもらいに行く。だから精神科医って。緩衝してもらえ。だからそれは嬉しいかも。蹴っておい。相変わらずみんな幼稚すぎ。最後の一人は？すごい人間になりたい。すごい人間って？
俺がいると少しだけ世界が変わるような人間。なんだ。お、どうした。第一志望ダメだった。自分じゃ取れたと思ったんだけど、中学からずっと勉強だけ頑張ってきたのに、どうして一番大事な時に失敗するんだろう。昔ながらのライバル豆腐屋が先に店じまいしたので、うちに客が戻り、商売を続けることになった。まだかにゃ、まだかにゃ、にゃ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 、うるさい。どうだろうね母さん、やっぱり家族の絆ってな大事なんじゃないかな。思い切って全部脱いでみたらどうだい。バカ言ってんじゃないわよ。歌子は東京の美大に合格。自分の夢に向かって真っ先にこの街を出ていった。陽平も予定通り東大に合格。你还行。いい。ご飯だけはしっかり食べるのよ。うん。行きます。ケントは運動に特化しすぎて英語の勉強を忘れていたので、アメリカの大学は落ちたが、日本で有数のバスケット名門大学に推薦で合格。一期は実力以上の工業大学に撃沈。今年は地元で浪人だが、お母さんは喜んでいるらしい。ジュノンはホテル学科のある名古屋の大学に合格。堅実だ。豆腐学科があれば俺も進んだかもしれない。
マナは第一志望の国立には行けなかったが、最難関の有名私大医学部に合格した。昼の月もいいね。白衣の写真メールしてな。学部じゃまだ着ないでしょ。人の病気や人生を自分のことのように受け止める。これあの時の T シャツ。いい医者になるだろう。あ、俺も。開けるね。リンゴだ。辞書調べて。 The apple of my eye。 ふーん、あとコウスケ、今日ひときわ変だね。そらそうさ、町からマナがいなくなるんだから。寂しいね。まもなく上り列車が参ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。また連絡する。うん、私も。かくいう俺も県内の公立大学に合格。生まれ育った豆腐屋の2階を離れ、男臭い寮での生活が始まった。新しい生活の中、
時々マナの声が無性に聞きたくなった。もしもし。どう東京は。人が多いからね。うちらの地元より空気が薄いんじゃないかな。ちょっと出歩くとくたびれちゃう。そっか。やっぱこっちは空気濃いよ。開業するならこっちだな。私ね、ルームシェアすることにした。え、誰かと住むの？真相の令状が大丈夫か？大丈夫。一緒にいて楽で気持ちのいい人だから。まさか男じゃないよな。今同室の人に代わるね。あ、いいよそんな知らないやつと。もしもし。元気？え、わかる？あ、歌子か。ピンポン。マナって一緒に暮らしてると本当面白いよ。意外に天然だし、油断しまくってて超可愛いよ。何言ってんの？だんだん悔しくなってきたぞ。はいはい、マナに戻します。はい。あ、そろそろ電池切れる。じゃあまたね。うん、コウスケも元気でね。今度そっちのことも教えて。あ、本格的に格闘技を始めたよ。格闘技まだやってるんだ。私はあれやってる時のコウスケ好きだけどな。忘れられないんだよ、歌子が言ったこと。芸術家と犯罪者がいるんでしょ。そんなこと言ってしまったか。私にもそれはわかる。長い時間一緒に勉強してたから。だから付き合わなかった？そこは自分でもわからないの。まだわからないし。私もね。小中高ってコウスケのことがずっと好きだった。え？本当に気づかなかったんだ。うん。でもね、高校に入った頃から好きは好きなんだけど、それはどっか兄弟っていうか家族っていうか、そんな風な感じになってたんだ。そう。マナが仲良くなればいいなって思ってるよ。本当に。本当に？うん。夏休み、俺たちは再会を約束した。来たら取るよ。いた、入った。よし、取れた取れた取れた。取って取って早く。何み、何。行っちゃったじゃん。行っちゃった。行っちゃったじゃん。リンゴの意味調べたよ。もう。
あ、やられた。コウスケ、本当に私が好き？言わなくても分かってるだろ。私のことよく思いすぎてない？きっと美化してる。そんなことない。好きになられてなんだか不思議な気がする。何が不思議なんだ？だって私を知らないでしょ。家にいる時はだらしないし、寝起きはいつも不機嫌だし、些細なことで歌子に当たるし、私ってものすごく平凡だよ。あなたが好きになったのは想像の中の私かも。あれだけ現実で一緒にいたじゃないか。想像上の人物じゃないよ。ねえ、教えて。どこが好きなの？ただ好きだ。何それ、ちゃんと考えてから言って。相変わらず幼稚。もしかして俺は振られたのか？なんて書いた？人に見せたら叶わなくなるんだよ。本当の願いが自分でもわからない。なのにマナがスラスラと書くので不安になった。マナの心もわからない。答えが怖くて大切な思いをずっとごまかしている俺、つくづく情けなかった。マナ、ん？俺のことどう思ってる？聞きたい？あ、いや、言うな。言わなくていい。だって今はやめてくれ。これからも好きでいさせてくれ。不安を解消するために好きな女に成長したところを見せたい。俺にできるのはまずこれしかない。最強の男決定戦、魂燃やそうぜ。おい絶対に見に来てな。そこらのヘタレの同好会とは根本的に違うから。殴る蹴るするんでしょ？そんなコウスケ近くで見たくないな。解剖と同じだって。直視すればそれまで見過ごしてきたものの意味に気づくというか。そうなのかな。でも格闘技って暴力でしょ？それは違う。
対戦相手に憎悪も敵意もないから内面を見つめる鍛錬なんだよ。なんていうのかな、普通の言葉では得られない問題の回答を純粋な肉体的言語で探してるというか、まあマナの数学みたいなもんかな。ピンとこないけど、じゃあ見に行く。オッケー、待ってる。同志、我に力を。学内の男はどうせ軟弱だと甘く見ていたが、現れたのは黒帯のテコンドー部主将。楽しかった？来てくれてよかった。リングから姿が見えて復活したよ。答えて。楽しかった？なんだよ、あんな試合に何の意味があるの？燃えるだろ、男と男の勝負。康介のこと全然理解できない。今は最高に。なんで？どうして？あなたの中には二人の人がいる。
ねえ、どっちが本当なの？どっちを見てればいいの？もうわからない。何言ってんだよ。俺は俺だよ。全部俺なんだ。なんで分かってくれないんだよ。暴力から一体何を学べるっていうの？学ぶためにやってるわけじゃない。本当に幼稚。あ、幼稚さ。だから優等生なんかに惚れてずっと追い続けたんだ。もうやめたら？バカ！ああ、俺はバカだ。本当にバカ！何にも分かってない。分からないで。成長とは残酷なものだ。女は先に大人になり、男はそれに気づくことがない。バイト中なんだけど。マナが別れた。え？だからマナが別れたんだよ、コウスケと。そうなんだ。は？コウスケとマナが別れた？ちょっと複雑だけど、チャンスであることは間違いない。そっか、ケントはまだ林さんのこと引きずってたんだね。また連絡する。うケントの行動は素早かった。しかしバイクは遅かった。結局勝者は傭兵だった。考えてみれば二人きりで会うのこれが初めてだね。あの頃から分かってた。君が好きなのは康介だって。僕に欠けてるのは君の嫌いな幼稚さなんだ。君に叱られる康介にいつも嫉妬してた。幼稚ってあいつを叱る君はとても綺麗だった。その横顔をずっと見てた。これからも二人でもっと話したい。時間をかけて僕のことを知ってほしい。傭兵とマナは半年付き合って別れたとジュノンから聞いた。驚きとも怒りとも嫉妬とも違う言いようのないやりきれなさに襲われ、傭兵にももちろんマナにも連絡することはなく、2年半が過ぎた。心にはぽっかりと穴が開いたまま、決して埋まることはなかった。俺は一生自分の犯した過ちを背負って生きていくのだろう。
先ほど19時40分太平洋沿岸を中心とした広い範囲で震度6を超える非常に大きな地震がありました。まだ次の揺れが起こる場合があります。もしもし、コウスケ？そっちは大丈夫か？私は大丈夫。コウスケは？大丈夫。ひどい揺れだったけど。とにかく無事でよかった。電話。2年以上ぶりだ。そうだね。最近どうしてた？相変わらず勉強。そっちは相変わらず殴り合い？最近は殴り合いはしてない。ならよかった。彼氏はできたか？コウスケくらい好いてくれる人はもういないかも。胸を打たれるね。変わらないね。マナ、聞いていいか？どうして俺と付き合わなかった？なんでかな。きっと自信がなかったのかも。あの頃以上に近づいたら私が思ってもらってるような人間じゃないのが分かって失望させるんじゃないかって。コウスケが格闘技をしたり苛立ったり気まぐれだったりするのもよく分からなかった。コウスケがどうなりたいのか全然分からなくて近づくのが怖かった。そうか。月が綺麗だよ。そっちでも見える？見える。いつか見たね、こんな月。夜の教室、綺麗な月だった。髪の毛を切った日だ。違うよ、それは土砂降りの夜。そうだっけ？間違いないよ。私、もしコウスケが髪の毛を切ってきた日が月の綺麗な夜でその髪を切ったのが私だったら今頃私たちは付き合ってたんじゃないかってよく思い返してたの。なぜだかわからないけど。マナ、パラレルワールドを信じるか？え？この世界の他にもう一つの同じ世界があるんだよ。そこでは俺たち付き合ってるんだ。きっとデートしてる。羨ましいな。
恋してくれてありがとう。けれど大学4年になっても相変わらず自分の先行きは見えないままだった。格闘技も中途半端なまま放り出し、就職試験の時期が来て、これといって興味のない職種をあれこれ受けてみたが、どこも面接で落とされ、1年留年することになった。ただマナにパラレルワールドの話をしてから、無性に空想する世界の物語を書きたくなった。不意打ちのようにそんな気持ちが芽生えて、誰に読んでもらうあてもないままに書き続けた。いくつかでっち上げたネット小説がそれなりに出版社の評価を得て、卒業後はなんとかそれで生計を立てていた。でも本当に書きたいものは見つからないままで、自分がまだ何者でもないことに変わりはなかった。もしもし。忙しい？昔のクラスメートさん。暇だよ。コウスケに最初に知らせたいことがあって。初めての手術の実験台になるとか。全然外れ。じゃあもう一度追いかけてみろって。それは無理かも。おい、急げよ。花嫁が待ってるぞ。全員顔揃えるの、あの海以来だね。いやでもまさか康介が小説なんか書くようになるなんてな。ようやく授かり物を見つけたな。まあね。もうケントもスポーツニュースでよく見る。ケントの NBA の夢はまだ叶わない。でも日本では名の知られた選手としてプロで活躍している。ジュノンは今シンガポールか。うん、明日帰る。物価が高すぎてさ、カチカチゲームする。ジュノンは世界のホテルを渡り歩き、今もまだ勉強中。家を継ぐのはまだ先になりそうだ。俺来月アジアのそっちの方もあるよ。傭兵は卒業後総務省に入省、念願のアメリカ名門大学留学も実現。すごいね、国を背負ってるわけだもんね。何言ってる天下の IT 社長が。一輝はインド人の彼氏ができ、二人で開発したスマホのアプリが大ヒットして会社を設立。うちのパートナーがさ、歌子の大ファンなんだよ。え、本当に？歌子はグラフィックデザインを美大で学んだ後、自作の猫グッズ、猫ブログで一躍ブレイクした。ありがとうございます。でもみんな来られてよかった。でも連絡あった時、新郎は康介だと思った。うん、俺もお前らは絶対復活すると思ってたな。うん、まあこの人生では無理だった。ほらみんな時間だよ。本当だ。あ、そうだ。あ、来た来た。緊張する。はいはいはい。来て来て。え？おい、ジュノ、なんでよ。当たったよ今。俺たちの青春だ。これがか。ねえねえ、旦那さんって会ったことあるの？うん、何度か家にも来たし。え、どんなやつ？マナのだいぶ先輩で外科のお医者さん。はい、勝負したかったな。もう遅い。あ、コウスケ、入場の時足出して転ばしてやれ。ではお待たせいたしました、新郎新婦入場です。お、転ばせ転ばせ。うるせえよ。
初めて知った。もしそれが好きでたまらない人なら、愛され大切にされるのを心から祝福できる。永遠に幸せであれと。はい、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。では次の方。はい、そうですね。笑顔で。はい、いいっすね。いきます。はい。はぁ、お前そういうのは新郎新婦入場って時にやるもんだ。それも変だよ。幸せな花婿さん、相談が一つ。何ですか？花嫁にキスしてもいいかな？花嫁がいいと言うなら。おー、いいよ。うっ、また彼女にキスしたいならどんなやり方か確かめるから、まずは私にキスをしてほしい。それが条件だ。許容範囲を超えてるな。だな。それが嫌なら諦めるんだね。初めてお前のこと偉いと思ったよ。泣き顔もイケてる。いいから見ないで。すごい人間になりたい。暴力から一体何を学べるっていうの？学ぶためにやってるわけじゃない。本当に幼稚。バカ。あ、俺はバカだ。本当にバカ。何にも分かってない。分からないで。過ぎたよ。どう思ってる？聞きたい？コウスケが告白してくれたら嬉しい。そこでは俺たち付き合ってるんだ。愛してくれてありがとう。
これからも幼稚だ。約束よ。次は俺たちの話しかけよ。それなら主役は俺だな。学校一のスーパーヒーローだ。俺は最高の知性を持ちながら女には不器用。これで言ってくれ。言っとくけど俺の下半身話は NG にしてよ。僕は高校時代真面目を絵に描いたよ。あ、書くよ。今タイトルを思いついた。そうなのだ。俺は俺の中にある一番大事なあの時間のことを書くべきなんだ。マナに羽をもらって追い風も得た。タイトルはもう決まっている。